はい、どうも皆さんこんにちは、ポジャと申します。で、今回乗っていく船はティア級日本戦艦出雲ですね。マップは眠れる巨人制圧戦の、ティア、違うな、長官邸のいる一応ボトムマッチとなっております。出雲の動画は、最近だと2本目ですが、この子の強さは、天城とは違って若干プッシュが得意めな外周戦艦ですね。足も良好で、まあ、対空も良好。めちゃくちゃ高いわけじゃないんだけどね。対空も良好。で、砲戦回もかなり優秀で、かつ、主砲の口径が上がってくれて、前側に集中してついてるんで、集団性も悪くないという感じです。弱点としては、対戦艦に対してはあまり強くないというところで、基本的な動かし方としては、こうやって最初は外周、ちょっと薄、ね、低めに開き切ってから様子見ながらプッシュしていったりするという感じです。この時気をつけるべきことは、自分の隠蔽圏内に敵艦艇を入れないこと。特に見えないんですけど、駆逐艦艇を入れないことですね。ここで入れてしまうと、敵に腹を見せながら転打するしかなくなってしまうという状況が出てきまして、それをするだけでね、ヘルスが3万4万なくなってしまうのでね、ちょっとしっかり後ろめにこう構えていきましょう。ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。頑張ってますかね。ティア級まで来て、ヤマトまであと少し、もう少しですね。現在ちょっと時刻が、夜の12時16分ということで深夜に撮ってるんですけれども、最近ちょっとハマってるのがデカフェコーヒーをちょっとハマってまして、僕ずっとコーヒーは好きだったんだけど、カフェインを気にして、まあ、1日2杯までとかやっていて、で夜はその代わりルイボスティーとかを飲んでたんですよね。だけどなんかルイボスティーをさすがに4年近くずっと飲んでたら飽きまして、ようやく飽きまして、ああ、カフェイン入ってないんだったらデカフェコーヒー飲めばいいやんと思って、ちょっとデカフェコーヒーに溜まっております。皆さんは夜は何を飲んで過ごしますか？コメントで教えてくれると嬉しいです。さあ、で、出雲の強みなんですけど、対戦艦はそんなに得意じゃないです。その代わり、弾速集団性ともにまあ良好で、かつ、まあ、最低限の後継の手法は持ってるので、対巡洋艦に対しては、まあ、良好な方ですかね。で、味方戦艦が離れてっていることと、敵の戦艦がちょっと多いので、これは引き打ちにしましょう。ここで隠蔽に入れてるのがでかいですね。で、隠蔽で引き打ちに入るときには、ちょっと、引き打ちにしてねって、連絡だけして、で、引き打ちにしましょう。で、転打中はね、打たない方がいいです。特に四季島とかヤマトとか、あとはスラバとかそういう大口径砲でかつその戦艦に対してね、かなり強力な一撃を放てる戦艦が対面にいるときは、特にこうやってこの腹を晒してる機関は本当に見つからない方がいいです。まあ、見つかってしまってるんだったら撃ってもいいですけどね。で、出雲さんなんだけど、あんまりね、引き打ち強くないなって感じる時が多いです。特にね、この辺からね、バイタル入る時が多くって、なので、引き打ち自体は強くはないので、うわ、なんか打ちた。なんで、基本的にはね、ずっと前向きで、こう、外周をこう、上がっていくムーブが、まあ、したいですね。フランス戦艦にかなり動き方は近いんですけど。そういう動き方ができるのが理想ではあります。理想ではあるんだけど、まあ、一人取り残されて沈んじゃうぐらいだったらね、引き打ちにした方がいいんで、まあ、こういう戦場では引き打ちにしましょう。まあ、自分ボトム戦艦だから、やれることも限られてますし、しっかり生きて外周、生き残ってるだけで、かなり価値は高いと思います。近場で見えた駆逐艦は撃ってあげましょう。いい感じ。いいね。いてぇ。さ、下がっていきます。味方駆逐いい感じに引いてくれましたね。ありがたい。で、こういう場面が落ち着いた時に確認することは何でしたっけ皆さん。もう僕の動画を めちゃくちゃ見てくださっている皆さんなら、もう多分お気づきかと思いますが。そうです。逆サイドです。逆サイドで、負けてるのか勝ってるのか。で、ここでね、逆サイドも負けてたら、もうプッシュした方がいいです。
このしんどぎらいはしょうがないな。でまあ逆サイドは何とも言えないけど、まあ駆逐も沈んでるしまだワンチャンあるかなというところですね。なんで逆サイドがまあ不利じゃないのであればこっちはリスクを負わずに戦っていきましょう。神道魚雷がなんか最近ティア10のてか船が増えて、こいつかな、これが神道魚雷に話してくる超艦艇かな。神道魚雷が流れてくるんでもうこれは前向けないですね。 A1 まで逃げ切る感じです。 A1 まで逃げてもなお神道魚雷が来るんだったらまあ駆逐一隻引きつけられてるんでまあよしとするって感じですかね。まあ、ボトム戦艦だしね、これがトップティア戦艦だったら、この動きだとちょっと物足りないなとか、何かしたいなってなるんだけど、まあ、ボトム戦艦なんで、まあ、ある程度割り切って、こういう動きでもいいと思います。逆サイドの味方が勝ってくれるのを祈りましょう。まあ、面白くないですけどね。ボトム引くとね、こういう試合もあるからしょうがないね。こういう時にしっかり HP を残して終盤までいけるかどうかっていうのが本当に大事。いいダメージ入ったな。あとちょっとなんだけどな。また魚雷が来たタイミングで盾を向けましょう。避けれるかな。お、避けれそうだね。よしよし、いいね。逆サイド取ってくれましたと。まあ若干ポイント不利なんだけど、まあまあ悪くない。で、これ僕がここにいることで、ここからグイッグイってこう出て B まで行くっていうのを防げてるんでね。このね、外周戦艦、外周巡洋艦はね、本当に大事なんですよ。あんまり活躍、目に見えた活躍はないんだけど、結構大事なんですよね。で、こういう大事なポジションにボトム戦艦が1人いてくれるだけでかなり味方としてはありがたいので、まあ、ボトム引いてしまった時はね、単純にこういうことをして、まあ、打てる敵打つみたいな、ヨダメを意識しすぎずに生存優先して打てそうな敵だけ。うお、この魚雷はやばいな。連絡だけして、でこの方向から流れてきてるんで今流れてきた方向にお尻向けます。なんで こっち側に行きます。とりあえず魚雷は少しでも飛来しないために、あの魚雷が流れてくる方向に対して盾を向けます。でこういう上がってくる戦艦に対してひたすらクロスを取り続けるポジションで、これ仮に逆サイドがボロ負けだったらもうこの多勢に無勢だけど突っ込みます。なんでかっていうと何かしらしないと負けちゃうからですね。何もしないで負けるくらいだったら何かしたいということで、お腹向けてないからさすがに無理か。打てるかなと思ったんだけど、でこのガン立て、ここまでガン立てされたらもう HE 使いましょう。無理ですね、通らない。もう擦っちゃってもいいです。お、いたね。あらー、こっちやられちゃったか。でもまだポイントが負けてるわけじゃないからもうちょっと様子見ましょう。
まだ早いね。試合時間も10分だし。敷島を燃やしましょう。で、こっちに主砲が向き始めたから、もうちょっと縦向けて。まあ、縦向けても敷島砲入っちゃうんだけどね。ただ、敷島砲は近距離になればなるほど当たりにくいから、この距離は逆にこっちとしてもありがたいかなと思うけど。お、痛いね。ワンチャン AP 狙ってみようか。甘えてくれたらワンチャン AP 入りますね。さあ、A10 まで来ました。ヤマトはヤマト坂っていうここが弱点なんで、あー残念、入らなかった。さすがに死んじゃうかな。お、そのまま点出しろ。あら残念、長男4という感じで残念でした。まあ、残念でしたが、まあ、ボトムでこんだけ時間稼ぎをしてダメージも出せたんでね。これ僕がいなかったら、この敷島もヤマトもグイーってこのままいけるんだけど、僕がいたんでこの敷島を一隻、アルザスもこの辺をうろちょろできましたね。という形で敵のプッシュをだいぶ遅らせることができました。ボトム戦艦の時はこういう風に立ち回って、矢ダメが微妙な時にもなってしまうこともあるんですけど、まあそれも仕方ないですね。まあ、欲を言うんだったら、もうちょっと、その、このヤマトとかこっちのアルザスとかが、お腹を向けてプッシュしてたタイミングがあったんで、まあ、そのタイミングで AP 弾抜けたら、ちょっともうちょっと良かったかなーって感じがしますかね。うん。あとは、敷島近距離戦は良くないから、どっかで反転して頭向けて敷島に突っ込んでいくってことができたら良かったですね。するタイミングとしては、この GK が浸水で落ちたんですよね。で、っていうことは、その、敵の、ここにいるそのパンアジアの駆逐艦、魚雷がどっかしらのタイミングで GK に流れたので、そのタイミングで転打できるとよかったかなっていうのが、まあ、ちょっと終わってみてからですけど、まあ反省点ですかね。まあただここでやっぱり一人ここまで粘ったのは大きいですね。そのおかげで、逆サイド、クレムリンが C サイドまで上がってくれたんで、まあ悪くはないかな。こっち側の味方、あの明らかに敵側のプッシュの方が早かったですよね。自分たちがまだ D キャップをまだしてる最中で、敵サイド A キャップはもうこの辺まで上がってたので。なのに敵サイドはまだ B キャップ取れずに、味方は C までたどり着いてるんで、もうちょっときつそうだけど、うん。ということで、攻めのスピード自体はね、かなり防衛をして間に合わせたので、まあ、ボトム戦艦としては、役割全うしたかなっていうところです。このような形で、引き打ちの時にはこんな感じになる、感じです。基本的にはプッシュし続ける形にしたいんですけれども、まあちょっと敵の数が多かったりね、ボトム戦艦だった時はね、こういう時に、こういう動きにもなるかもしれないんですけども、まあ、臨機応変に戦ってもらいつつ、活躍していただければと思います。このような形で、ボースの解説動画を上げております。もしよければチャンネル登録、高評価などをしていただけると嬉しいです。また、感想やリクエスト、困っていることなどね、コメントいただけると、嬉しいので、ぜひぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。